航空自衛隊の戦闘機が、連日のようにスクランブル発進しているらしいぞ。また、Cコクとかロシアのせいでしょ。そんなCコクやロシアに対する、強力な抑止力になる航空自衛隊の戦闘機、知りたくないか？ちょわら、知りたい、です、かぁ。ということで今回は、航空自衛隊スクランブル発進、F2、F15、F35A 主力戦闘機は世界に通用するか？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、航空自衛隊には現在、主力戦闘機として、F2、F15、F35A が配備されているんだ。ふむふむ。その保有機数は2021年度で432機もあるんだぜ。そんなに保有してるの？航空自衛隊すごいわね。まあ、前年度よりも24機減少しているものの、ステルス戦闘機 F35A は4機増えているんだ。減ったのに、これだけ配備されてるの？ああ。なぜなら、Cコクやロシア機へのスクランブル緊急発進が多いからなんだな。やっぱり。しかも、日本海側の部隊では揚撃能力の高い F15 が配備されており、太平洋側や西側の部隊には、艦艇による、侵攻を防ぎ、当初防衛を目的とした対艦対地攻撃能力の高い F2 が配備されているんだぜ。これだけ強力な戦闘機を配備しなくてはいけないほど、緊迫しているのね。悲しいことだがな、そして、50年間日本の空を守ってきた F4 が退役し、後継機としてステルス戦闘機 F35A が三沢基地に配備されているんだ。おお、あの F4 もついに卒業かしみじみ。そんなわけで今回は、航空自衛隊が誇る主力戦闘機 F2、F15、F35A の特徴やスペック、装備などについて解説していこうと思うぜ。お願いね。まずは、どんな任務にも対応できるマルチファイター F2 からだ。2006年3月に、退役した F1 の後継機として導入されたのが、マルチファイター F2 なんだぜ。ふむふむ。航空自衛隊が F2 に求めていた性能は次の通りであり、全天候運用能力、高度な電子戦能力、対艦ミサイルを4発搭載、短距離ミサイルを2から4発搭載、中距離ミサイルを2から4発搭載、対艦攻撃における450マイル以上の戦闘行動半径、などなんだ。なんだか随分いろいろ求めちゃってますけど、大丈夫なの？まあ、この条件を満たすため、アメリカの F16 をベースに共同開発を行ったのが F2 でもあるからな。アメリカと共同開発した機体なんだ。それで、どんなスペックなの？ F2 のスペックはこのようになっているんだぜ。全長は16メートル、全幅は11メートル、全高5メートルだ。最大速力は、マッハ2で、戦闘行動半径は450マイル約724キロ、航続距離は約2900キロにも達するんだ。これは強い革新。また、最大離陸重量は 22,100kg、価格はお値段据え置き、132億円だぜ。据え置きの意味がわからないわよわら。このように、最大速力はマッハ2で、時速約 2,500km の速度を出すことができ、航続距離は 2,900km と非常に長いのが特徴の機体でもあるんだな。ふむふむ。で、戦闘行動半径って？戦闘行動半径とは、軍用機がある基地から離陸した後、任務を達成して、同じ基地に帰還できると期待できる距離のことを言うんだぜ。なるほど。じゃあ、最大離陸重量って何なのよ？最大離陸重量とは、武器や燃料を搭載して離陸できる最大の重量で、これを上回る重量では離陸することができないんだ。へえ、知らなかったわ。そして、航空自衛隊は短座型の F2A と複座型の F2B を92機保有しているんだぜ。かなりの数ね。ああ。機体は F16 をベースとしているが、複合軽量素材の使用、大出力高性能エンジン、主翼形状の違いなど、F16 とは異なる機体となっているんだ。どんな機体なのかしら？まあ、デジタル飛行システムを採用しており、機体の姿勢が崩れた場合でも、自動的に、飛行姿勢を修正して墜落のリスクを軽減してくれるほか、着陸時には、ドラッグシュートと呼ばれるパラシュートが開き、減速をサポートしてくれるんだぜ。これで居眠り運転しても大丈夫？大丈夫、じゃねえよわら。搭載兵器は MK82500 ポンド爆弾、赤外線誘導爆弾、ASM-1 対艦ミサイル、ロケット弾ポット、AM-3 対空ミサイルなどなんだぜ。これまたいろいろ積んでますね。しかも、対艦ミサイル ASM-1 の性能は、アメリカのハープーンやフランスのエグゾセといった、実績のあるミサイルと同等で、実際に500キロの発射実験で成功しているんだぞ。おいおい、マジかよ震え。その後、飛躍的に性能が向上した ASM-2 が日本で開発されているんだ。性能が飛躍的に向上したって言っても、一体何が違うのかしら？
違いとしては、ASM-1 の誘導方式がレーダーであるのに対し、ASM-2 は、赤外線誘導になったため、JAF と呼ばれる、レーダーを反射するおとりを発射されても、誘引されることなく、エンジンなどの熱源に向かって飛翔していく点が挙げられるな。ほほう。また、F-16 と同じ12512発の 20mm バルカン砲を一門装備しているんだぜ。おお。おまけに、周囲を海に囲まれた日本周辺での戦闘を想定し、対艦ミサイル4発を搭載できるように設計されているんだ。対艦ミサイルまで4発も搭載してるの？怖いんですけど。味方だからいいだろわら、さらに誘導爆弾 JDAM も装備できることから、対地攻撃で敵施設などを正確に破壊することもできるんだぜ。あ、これは敵に回しちゃいけないやつね。また、航続距離を伸ばすために、燃料タンクが追加でき、胴体下には、300ガロン約1136リットル、主翼下には600ガロン約2271リットルの増装を携行できるんだ。航続距離まですごすぎる。そして、レーダーは三菱電機が開発したフェーズドアレイレーダー APG-1 を装備しているんだぜ。それってどんなレーダーなの？実は、従来の回転式レーダーからフェーズドアレイレーダーになったことで、ビームの方向が、電子制御されるため、広範囲を高速でサーチすることができるようになっているんだ。なんと、その能力は同時処理目標10以上、艦艇などの大型目標であれば、100マイル約160キロ以上、戦闘機などの小型目標であれば35マイル約56キロ程度まで探知可能なんだぜ。すごすぎて、すごいしかコメント出てこないんですけど、それだけすごいということだな。また、コックピットはヘッドアップディスプレイのほか、各計器類には兵装やシステム状況、地上のマップなどが表示されるんだぜ。そんなすごい機体、どうやって操縦するのよ？操縦は F-16 と同様のサイドスティック型を採用しているんだ。だが、F-2 は、当初1機あたり80億円という価格であったが、開発の遅れなどから132億円まで高騰しているんだぜ。そりゃ、これだけいろいろ機能がついたらね。また、機体のサイズが小さいため、F-15 のような近代化のアップデートが難しく、ミサイル搭載数にも限界があるため、計画は早期に打ち切りとなっているんだ。なんだか、いろいろ問題あるのね。まあ、問題があるが、F-2 は防衛において、迫り来る敵機を攻撃しつつ、海上への対艦攻撃、また、上陸した敵勢力に対し対地爆撃も行うことができるマルチファイターであるのは確かだぜ。さて、対空戦無敗の最強戦闘機が、F-15 だ。ふむふむ。F-15 は1972年、アメリカの、マクドネル・ダグラス社現ボーイング社により開発され、当時世界最強の戦闘機と誇示されたんだぜ。世界最強とか、超興味あるわ。そして、湾岸戦争でも他国籍軍により多くの F-15 が投入され、イラク機の撃墜や空爆を行ったんだ。それだけ最強の戦闘機というわけね。だが、高性能な機体だけに1機あたり150億円という価格で、投入した国は、アメリカ、日本、サウジアラビア、イスラエルの4カ国ほどしかないんだな。どんだけ高いのよ。しかし、これだけ高額でも全世界で1233機が生産されているんだぜ。戦争ビジネスってわけね。さて、日本では専守防衛の観点から、攻撃してくる敵に対し、対応できるだけの能力を持っていることを基準に単用が決定したんだな。ほほう。だから、航空自衛隊では F-15 の運用を1981年から開始し、213機を保有しているんだぜ。なるほどね。それでスペックはどんな感じなのかしら？ F-15 のスペックは全長 19.4 メートル、全幅13メートル、全高 5.6 メートルで、最大速力はマッハ 2.5 なんだ。ふむふむ。戦闘行動半径は1900キロで、航続距離は4600キロ、最大離陸重量は、31000キログラムで、20ミリ機関砲を1機搭載しているんだぜ。おお。他にも、空対空レーダーミサイルは4機、空対空赤外線ミサイル4機、お値段据え置き、150億円だ。だから、どこが据え置きなんだ。まあ、大出力のターボファンエンジンを2機搭載しており、機体はチタン合金や、炭素素材が使用され、軽量化が図られているのも見逃せないポイントだぜ。じゃあ、速力が速いから、作戦空域まで迅速に進出することができるわけね。ああ。そもそも、我が国では領空に近づく不明航空機を探知した場合、F-15 によるスクランブル緊急発進が行われているんだな。うんうん。しかも、2020年度は、C 国やロシアの爆撃機などが日本領空に近接する事象が多発し、スクランブルの回数が725回にも及んでいるんだぜ。どんな数だよ。そして、F-15 が登場してからすでに40年以上経つが、対空戦、いわゆるドッグファイトにおいては無数の記録を持っているんだ。歴戦の勇者なわけね。
おまけに、情報共有システムであるリンク16を搭載しており、早期警戒機 E2DI767、イージス艦などが探知した目標を、データリンク経由で共有することができるため、レーダー探知外の広範囲の情報も把握できるんだぜ。最強かよわら。さて、F4 の後継機となった、第5世代ステルス戦闘機 F35A は、航空自衛隊に42機の配備が決定しているんだ。ふむふむ。ちなみにアメリカ空軍の配備計画は1763機と、圧倒的な数なんだぜ。圧倒されるわね。そんな F35 は第5世代戦闘機として、F22 と同じく、ステルス性の高い機体で、9カ国により共同開発されたんだ。確か、日本とイタリアの2カ国のミニ自国生産が許可されているんじゃなかった？その通りで、三菱重工業小牧南工場で機体の組み立てが行われているんだぜ。この F35 は、通常離発着型の A、短距離離陸垂直着陸型の B、空母艦載型の C といった3タイプに分かれているんだ。ほほう。日本は航空自衛隊に A 型が配備され、護衛艦出雲が空母化された後に B 型が搭載される予定だぜ。早く搭載されないかな。それで、F35 のスペックは？ F35A のスペックだが、全長は 15.67 メートル、全幅は 10.67 メートル、全高439メートルで、重量は 13,290kg だ。なかなか大きいわね。ああ。最大離陸重量は 31,752kg で、最大速力マッハは 1.6、戦闘行動半径は、590マイル約 949km で、航続距離は1367マイル約 2200km なんだぜ。そしてそして、お値段据え置き、約105から172億円だ。まったく据え置いてねえ。しかも F35 は敵のレーダー反射を抑えるために、エンジン排気口や胴体内の兵器、核センサーや、アンテナ類の一体化など、露出部をなるべく少なくし、つなぎ目をなくす設計が施されているんだぜ。ふむふむ。機体の特徴的な模様も、ステルス性を追求した結果なんだな。しかも、機体の溶接部などの段差や溝に、レーダー波吸収素材を使用したシールを貼ることで、レーダー反射の要因を完全に排除しているんだぜ。すげえ。おまけに、F35A の主翼は F15 よりも大きくなっているため、燃料は、予備タンクなしで 8278kg を搭載でき、1000km を超える戦闘行動半径が得られるんだ。もう F35 シリーズからは、逃げられないわね。レーダーは F22 の APG-77 を F35 用に改良した。フェイズドアレイレーダー APG-81 で、対空モードや対地モードに切り替えられるから、どこにいても探知可能なレベルだぜ。こんな恐ろしい戦闘機が、航空自衛隊に配備されるなんて、もう、日本を敵に回すおバカさんはいなくなるはずだな。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。